ヒカキン TV Everyday。 ネオナロ YouTube。 どうもヒカキンです。久々に風邪ひきました。なんかね、すっげえ暑いのと喉がめちゃくちゃ痛くてちょっと腫れてるっぽいのと中が、で、唾飲むとき痛いんですよ。あと鼻がすごい詰まる。まあこういうときは喉飴舐めたりね、あったかいもの飲んだりするのがいいと思うんですが、ちょっと前に買ってきたから今飲んじゃいます。なめこんふんふのおちゃん、マスコットもついてる。じゃじゃん、なんと静岡さん、素晴らしい。んふんふのお茶、おさわり探偵なめこ栽培キット、緑茶ティーバッグ、国産茶葉 100% 使用。はい、そしてなんとこちらにはなめこマスコットもついてます。お茶持ってるっていうね。やっぱりすぐ熱くなっちゃう。やべ、はあ、風邪ですね、風邪ですね、完全に。ということで早速開けていきます。ほい、お、5パック入ってます。開けます。ほい、お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 、え、あ、これ1パックだよね。あ、1パックか。こんな感じで紅茶みたいになってます。うん、香りはすごいいいお茶屋さんみたいなね、あの緑茶の香りです。早速お湯入れてきます。よっこらせと。はい、入れてまいりました。わかりやすく透き通ったコップに入れましたけど、割れないかな、大丈夫かな。ちょっとこれちょびちょびやってみます。はい、こんな感じで出していきます。キャッ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 。だいぶ濁りましたね。お寿司屋で飲むお茶みたいになってきました。それではいただきます。普通のお茶。うん、そんな渋くないっすね。せっかくだからマスコットも見ていきましょう。いやでもこのマスコットが500円のうちのかなりの額を占めてるんじゃないかな。あ、硬え、これ。これ硬いんすね。ぷにょぷにょしてると思ったら硬いです、これ。かなり硬い。ほら。でも硬いから丈夫そう。なんか劣化しなそう。果たしてどっちが目的で買うのだろうか。こっちがおまけ、こっちがおまけ。一応お茶がおまけなわけないもんな。こっちがおまけ。わかんないね。ピョン、トゥデイズヒカキンズポイント。セブンティーン。なんともコメントしづらいけど、普通のお茶。ただこのお茶持ってるマスコットは可愛い。ということで、うふふのお茶でした。バイ。だらくだらくだらく。